こんにちは、ペコバチです。今回はレゴディズニープリンセスモアナと冒険のボート43210の紹介をしたいと思います。対象年齢は6歳以上で321ピースです。出来上がりました。モアナと伝説の海の世界観に似合った大きなボートがとっても素敵だと思います。映画でもあった南国風のカラフルな装飾であったり、あと伝説が描かれた大きな帆がとってもいいと思います。こちらも本当に映画そのまんまに表現してもらっていてすごく嬉しいです。マウイではなくモアナとお母さんのシーナであることもいいですね。この後エンディングを迎えてきっと島を開拓しに行くところなんですね。小さなイルカも可愛いですし、
細かい装飾も見ていきたいと思います。ではまずはミニドールから紹介していきます。まずはモアナです。モアナ可愛らしいですね。映画のシーンそのまんまですね。この服装はモアナが島に戻ってきて、村長が代々積んできた石のところに貝殻を置き、そして島を開拓しに行った最後のシーンの服装ですね。海を渡っている時のシーンかと思います。髪の毛に花冠がついていたらもう本当に最後のシーンそのまんまですね。テフィティの心が入っていたおばあちゃんのペンダントをつけていますし、服装も南国風の服装でとっても可愛いと思います。後ろ姿はこちらですね。ボリュームのある髪の毛がとってもいいと思います。モアナと伝説の海でも結構私髪の毛に目が行きました。なびく髪であったり、あと好きなシーンがマウイに何回も海に落とされてしまうモアナなんですけど、その度に海があのモアナをボートに戻してくれるんですよね。その時にバッと振り向いた時に髪の毛が自分の顔にビタンってなるシーンがあるんですけど、そこが私いつもちょっとクスってなってしまうというか、そのシーンが大好きです。この長い髪の毛もモアナのチャームポイントの一つですね。たまにまとめていたりするんですが、その姿も可愛いなとも思います。ちょっと髪の毛一旦外してみますね。こちらですね。前側と同じくチューブトップのようなトップスがぐるっとしていて、あとペンダントの輪っかもありますね。モアナは以前私の動画でも紹介しました。43205プリンセスのお城の冒険でもモアナ入っていまして、左側がそちらのモアナなんですが、ラプンツェルもそうだったんですが、ちょっとお顔が変わったようですね。なんとなく新しい方は目が大きくなって、ちょっと前の方が大人っぽいような印象もあるんですが、どちらのモアナも可愛いと思います。お城の冒険のモアナはあの映画の大部分の服装ですね。巻きスカートのようなテフィティの心を返しに行っている時の服装だと思います。顔のパーツ、上半身のパーツ、下半身のパーツは全て違うんですが、髪の毛のパーツは同じようですね。6398345のままだと思います。髪の毛のてっぺんにリボンなどをつける穴が開いています。続きましてシーナです。シーナさんはモアナのお母さんですね。こちらのミニドール、長い三つ編みが横から流してあってとってもいいなと思います。映画の中でも素敵なお母さんでしたね。モアナの海に出たいという気持ちを分かっているんですが、お父さんの気持ちも分かっているので行ってきなさいとは強く言わないんですよね。ですがモアナも好奇心のためだけに島の外に出たいわけではなくて、ちゃんと島のための義務とかも果たそうとしていて海に出ていく決意をするんですが、島を出ようとしていることにお母さんは気づくんですよね。その時に行かないでとも言わずにそっと島を出るための準備を手伝ってあげるところがすごくジーンとしました。本当は行ってほしくないほど心配しているんですが、涙をこらえながらカバンに荷物を詰めている様子が素敵でした。そしてモアナが帰ってきた時も真っ先に見つけてくれましたね。ちゃんと芯が強いような様子がわかるこのミニドール、とっても素敵だと思います。ネックレスや服装もなかなか忠実に再現されてるんじゃないかなと思います。後ろ姿はこちらですね。後ろ姿も三つ編みの髪型がいい感じですね。ちょっと首元が隠れているので一旦外しますね。こちらですね。髪の毛で少し隠れてしまうんですが、ちゃんと輪っかの感じであったり飾りのビーズか貝殻みたいな部分がちゃんと描かれているなと思いました。こちらの髪型もとってもいいですね。あとシーナさんはオールを持っていました。モアナに航海術を教えてもらって、こちらオールを使って海を渡っていくんですね。最後にイルカですね。海に出ていくシーンなので、ヘイヘイやプアじゃなくイルカさんなんじゃないかなと思います。こちらアリエルのお城などでもいたイルカさんと同じですね。一頭だけですがとっても可愛らしいです。優しそうなお顔をしていますね。こちらがボート本体ですね。サイズは高さ17センチ、長さ19センチ、幅14センチです。物語に沿った装飾がされていることを
すごいいいなと思いました。カラフルなお花であったり、あと海を越えていくので、ちゃんと寝る場所があったり、あとみんなを元気づける太鼓ですね。意気揚々と海を越えていく様子が表現されていることがすごくいいと思います。そしてちゃんと伝説が描かれた帆があることがすごく素敵だなと思います。この帆めちゃめちゃいいなと思います。少し近くに寄ったり細かく見ていきたいと思います。まずこちらの船の形状なのですが、双胴船というものではないかなと思います。こちらの船体が、船体というと思うんですが、こちらの船体が2つつなぐことによって、この甲板が大きく作ることができる船ですね。ポリネシアの双胴船などが調べたら出てきました。あとハワイイロアなどでしょうか。こちらの甲板の面積が広く、安定性が優れているようですね。運搬船などにも多いことから、やっぱり広い大きな海を渡っていくのに適した船なようですね。こちらの船体と呼んで合っているのかわからないんですが、こちらの部分にはお花であったりカラフルな装飾がありまして、こちらプルメリアのようなお花の模様が描かれていますね。こちらちょっとドッツのような感じだなと思いましたが、あとプルメリアも5枚の花びらなのでちょっと違うかもしれませんが、ちょっと南国のようなお花ですね。反対側もちょっと幅が違うのですが、同じような模様ですね。こちらカヌーのように2つの船首、船尾が上に上がっているようなラインがとってもいいなと思いました。そしてこちら甲板の部分ですが、こちらあのシェルターを外すことができまして、二重底の帆掛け船となっています。こちらですね、中にはこちらのパーツがありまして、こちら何でしょう、カゴなのか小物ボール、こちらちょっとよく正直わからなかったです。動かした時に音が鳴る仕掛けとかですかね。多分モアナが映画の中でも入れていたようなカゴとか小物ではないかなと思いますが、ちなみに動かしたらちょっと鳴る？いや、ちょっと違いますね、きっと。おそらくカゴではないかなと思います。こちらの中にさっきのオールなども入れることができますね。船の小物を入れておくのにちょうどいい二重底になっていると思います。そしてこちらのシェルターですが、中には2つのベッドがありまして、モアナとシーナのベッドですね、きっと。中には焚き火のような火もくべてあります。あとこちらヤシの木で日よけのようになっていますね。上にも火がついていまして、あとこちら側、裏側から見るとよくわかるのですが、上には太鼓があります。こちら模様も素敵ですね。お魚と亀のような模様が2つ違いますね。こちらの横に太鼓のバチがあります。こちら海を渡っていくのに、仲間を鼓舞するのにとっても素敵だなと思います。物語でも太鼓の音楽もとっても使われていましたし、太鼓のリズムがとっても心地よかったですね。そしてこちらシェルターを外したまま見ますが、大きな帆がとっても素敵だと思います。祖先が海を渡って島を開拓していった様子が、伝説が描かれた帆ですね。島があり、船で渡っている様子やイルカですね、あとは風車のような風が通る様子を表現しているんじゃないかなと思います。こちらの船体にあった部分も風車の模様かもしれないですね。プルメリアじゃないかもしれません。そしてこちらですね、空の様子まで描かれています。モアナが星を道しるべにして海を渡っていましたね。そして帆の部分、よいしょ、簡単に取れるようになっていまして、布のような、紙ではないですね、布でできていますね。ちょっと怖いですが、破れる心配などもないと思います、あまり無理やりやらなければ。こちら帆がとっても素敵ですね。簡単に取り外すことができまして、赤いピンのような部分で留めてあります。綱のような
こちらの装飾もとっても素敵だと思います。ちょっと勇ましい感じがあっていいですね。裏側を見てみますと、穂がこういった感じでセットされているんですが、こちらちょっと機械的な感じですね。なんとなく黒や赤ではなく、ちょっと木製のような色合いだったらもっとぽかったんじゃないかなとも、裏から見てもすごいそういったっぽい感じが出てくるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと裏側から見るとなんとなく機械的な感じが出てしまうかなと思います。ですが正面から見てやっぱりこちらの方はとっても素敵だと思います。こちらが今回の予備パーツです。お花が結構やっぱり多いですね。そしてこのパーツも飲み物の飲み口などでもよく使うかと思いますが、今回は穂の装飾の角の部分の装飾ですねの一部に使われていました。まとめです。モアナの映画の中からそのまま出てきたようなこちらのボート、とってもいいなと思います。装飾であったりすごい的確に表現されているなと思いました。モアナと絆のあるお母さんのシーナさんと一緒っていうのもすごく素敵な部分ですね。大きなボートには冒険に出るためのシェルターであったり、あと太鼓も意気揚々とした感じが伝わってきます。映画の中でもあったように収納スペースでヘイヘイとのやり取りが面白かった部分もあったので、その表現などもいいなと思います。レゴディズニープリンセスモアナと冒険のボート43210の紹介でした。また違う動画で他のレゴのセットも紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。